近年ごく少数の思想意見に配慮するではなく、基準どうしろとする本来の意味とは違うポリティカルコレクトネスが増えてきてますが、武井さんこの点はどう思いますでしょうか。まあ、国によっても全然違うからな。そうだな。政治的にこう正しいとされることだったりとかに重点を置いてっていう考え方もあると思うけど、でも意外と今日本の社会は否定的な意見に配慮した社会になってきてると思うかな。例えばわかんないけど、あのネット上のことをニュースにすることが非常に増えたでしょ。ネットニュースをテレビでニュースで扱うっていう変な逆転現象が起きてるんですよ。これすごい間違ってると思ってて、間違ってるっていうか、なんか良くない傾向だと思ってて、まあ、ネットニュースでさ、例えば否定的なニュースがある、あの誰かが失敗したとか失言したとかってニュースがあるときに、そこに書き込む人ってそれを不快だと思って責め立てたい人が9割ぐらいじゃない。でその現象を誰々がこういったことを起こしてネット大炎上みたいなニュースにしてテレビで報道して、いかにそれが良くないことかをコメンテーターに喋らせるみたいなことが多いけど、それって非常に偏りがあって、それに書き込んでる人も書き込んでる人数もごく結構一部の方で、その背景にあるものだったり前後関係、言葉のその方の言葉がどういう意味合いで出されたのかっていう本意ではない取られ方、この言い方は失礼だとか、この言い方はこういう被害者の方にとって失礼だとか、でも皮肉っぽい言い方をして、その失礼になっちゃってる人たちを減らせるにはこうしたらいいのに、もっとこうだみたいな言い方をしたんだけど、言い方のワードの抽出が失礼だったりとかしたことで失脚しちゃうとかっていうことがすごく増えてて、でもそんなことより、あ、確かに言い方は良くないけれども、この人の方法を試してみれば世の中の問題が一つ解決するかもしれぬという取り方をして、その発言を評価するとかいう人が本当減っちゃったよね。で、それになんかテレビのメディアが一つのネットニュース、誰か一記者が書いた一アングルからしか語ってないニュースを取り上げてテレビで報道するなんてことがすごい増えたから、本当に正しい情報を得るには何を見たらいいのっていうのが本当になくなってきたと思う。なんか偏った情報とか、もう怒りの情報とか、そういう市民がこれに怒ってますみたいな、その怒ってる人の意見しかニュースにならないから、それよりも大多数の人がこれには賛成していますっていうニュースもっとしたらいいと思うんだよね。これに関しては国民の大多数がこういう意見を持ってますと、で反対意見としてはこういうものがありますっていう報道の、ちゃんとした報道の仕方しないといけないと思うんだけど、そういうのが減ってきてるから、なんか歪んでるね今の日本の社会ね。ネットの反対意見とかそういう悪意のあるコメントみたいなものが相違だみたいな報道しちゃってるから、俺もすごいしょうもない世の中になってきたなって思ってる。なんか俺は結構そういう時もテレビでも逆側の意見ね、きちんといいものはいいって言うようにしてるけど、それをまたこう汚い言葉で叩いてくる人いるから。でも街中で会う人たちに言われるけど、意見は本当はすごくいいなと思いましたみたいな、なんか批判の声が出てる理由が分かんないですとか言われること結構多いけどね。だからサイレントマジョリティっていう方々と、まあマジョリティな上にそれが正しいと思ってる人っていう人は、否定的に思ってる人よりも数多くいるっていうことが非常に多いけど、否定的な意見ばっかりを上げつらうことがすごく増えたので、本当の意味で大半の人が良くないと思ってるものを報道するっていう本当の姿勢を忘れちゃってることが多いなって感じます。